絆と燃える魂、近畿のカリスマ、2番京都村上義弘、終わりの黒豹が牙を向く3番愛知金子隆、日の丸を背負い世界と戦うホワイトタイガー、4番福島新田雄大、強く優しき日本のボス、5番東京五冠新一、獲物を狙う伊勢のスピードスター、6番三重浅井康太、切れ味極上白馬のナイト、太ももに宿るエクスカリバー、7番福島成田和也、知性と筋肉の有機結合、走るスーパーコンピューター、8番茨城長塚智弘、波動を突き進むモンスターステップ、9番愛知深谷智弘、これが今年のベストナイン、バンク7周2825メートル、2013年最後の戦いに挑む精鋭たちです。男たちが重ねてきた物語が瞬間輝く場所、それが競輪グランプリ。戦い、挫折、そして歓喜、すべてを飲み込んだ先に見えるものは一体何か。ただいまより、その答えがこれから始まる4分間のシンフォニーの先にあります。さあ、五感を研ぎ澄ませ、競輪グランプリ2013、いよいよスタートです。ハンドルを握っていく9名の選手、集中力が高まっていきます。場内のボルテージもマックスに達します。さあ、最後に深谷、体勢整った。競輪グランプリ2013のスタート、4番の新田雄大がまず前に出ていきました。2番の村上義弘、3番手1番の平原康太、9番の深谷智弘、4番手、さらには7番の成田和也上がっていきます。3番の金子隆、5番の五冠新一、8番長塚智弘、最後方6番の浅井康太です。まずは位置を決めていきます。9名です。誘導員の後ろ、4番福島の新田雄大がつけました。自分にとってグランプリはスタート地点、新田はそう言い切ります。視線の先に見えるのはオリンピック、オリンピアンは国内で強く有名でなくてはならない、このレースで国内最強の称号を狙います。マーク7番福島の成田和也です。昨年タイヤ差届かなかったグランプリのタイトル、今年1年その差を埋めるために戦ってきたと話しました。磨きに磨いてきたその末足、1年前の忘れ物を今日取り戻します。3番手2番京都の村上義弘がいます。短期で取った日本選手権、そこには勝ち上がりで前を回ってくれた近畿の仲間への思いがありました。短期だけれど一人じゃない、近畿の絆を背負って史上2人目の連覇に挑みます。4番手にいるのは8番茨城の長塚智弘です。後半戦賞金争いの真っ只中での記念3連覇、集中力を発揮した時の圧倒的な強さは別次元のものがありました。勝負強さを見せつけます。後ろは1番埼玉の平原康太です。3年ぶりのタイトルとなった全日本選抜、しかしそこで周りの強さを痛感したと平原は話します。そこから続けた試行錯誤の日々、この大舞台で実らせます。さらには関東勢の3番手5番東京の五冠新一です。7年という時間は五冠の環境を大きく変えました。登録地が変わり戦法を変えました。一つ一つの決断に葛藤がなかったはずがありません。競輪人生に悔いを残さないため、今日も全てをかけて走ります。この後ろ7番手の位置に9番愛知の深谷智弘です。今年 G1 の2着は4回、嬉しい2着も悔しい2着もありました。後ろに師匠を連れてのグランプリ、信頼感があるからこそ勝てる仕掛けもすることができます。もう2着はいらない、あくまで勝利を目指します。マークしていくのは3番愛知の金子隆です。2つのタイトルを取った2013年、デビューからずっと続けてきた努力がなければ深谷の番手というチャンスもなかったはずです。努力する者にしかチャンスは与えられない、それを証明したアスリートです。最高峰は6番三重の浅井康太です。これまで2回のグランプリは深谷の番手、勝ちたいという気持ちがプレッシャーにもなりました。最後に滑り込んだ今年のグランプリ、そして3番手、気楽が月を呼び込みます。さあ、ラインは固まっています。縦一列の体型、動きはありません。残りは2周半というところです。4番の新田が誘導員の後ろ、7番の成田続いています、東北の2人。さあ、後方から9番の深谷がまずは動いてきた。
3番の金子、そして6番の浅井と続いていきます。深谷はどうする、まずは新田を抑えていきます。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残り2周、早くも誘導員をかわした9番の深谷、後ろは3番の金子が続いて6番の浅井、さらにこの後ろに8番長塚が続いています。4番新田は8番長塚と並走する感じだが、まだ下がっていく。さあ9番の深谷がバックストレッチに入っていく、ペースを上げていくのか。さあ深谷が早くもペースを上げて、残り600の鐘、勝負の鐘が鳴った。さあ深谷が早くもペースを上げていく、2番手は3番の金子、さらには6番の浅井、4番手に入っているのが8番長塚、後方8番手新田がいる。さあ縦一列だ、残りが1周、深谷が今年も先行だ。3番の金子、その後ろは6番の浅井がいる。さあ8番中塚、4番手から動いていけるのか。2番の村上は6番手、7番手、そして4番新田は8番手、村上のまくり、村上のまくりは中段あたり、新田も一気に上がってこいとあたり、まだ後方苦しい。横中直線抜け出してくるのは金子、外から長塚、金子長塚、最後は金子か、金子ガッツポーズ。努力は決して裏切りません。デビューからの努力がこのグランプリ2013年実りました。各走路審判員からは異常なしの白旗です。さあリプレイを見ていきます。まあね、深谷の先行、ここで、ね、金子が4コーナーから抜きに行って、どうでしょうかねこれ。金子がこうゴールしたように見えますけどね、はい、2着ちょっと接戦なんですけどね、うちに6番の浅井孝太、外から8番の長塚いますけどね、はい、これちょっとあの展開的には単調なレースになってきましたね、うん、でもこう深谷の先行、はい、もうこれはもうかかってますよやっぱり。2番手からということで、いやすごい、金子もね、この年、この年、今年はね、素晴らしい年ですよね、これ。そうですね。まあ、いいお弟子さんを持ちまして、本当に。はい。まあ、スタートは、うん、まあ、新田雄大が通って、まあ、福島勢が前段、はい、まあ、そこをね、深谷が抑えに、はい、もう新田を引く、そこ、新田は引いたら初めてなっちゃいますからね。はい、まだもう抱き合ってますよね、金子と深谷で、ね、はい、いやもう大したもんだ深谷もね、はい、もうここ出し切っている深谷選手、はい、誰も動けなかったですね、誰も動けないですよという形ですもんね、はい、もう最終ホームからもう目いっぱい、もうそうですよね、ダッシュを前から前からもう先行対戦入っている、はい、もう金子にとってはな、後ろいつ来るかというレースだと思いますけどね、はい、うん、またあの長塚選手が中段で動かずのレースでしたけれども、はい、まあ、いや動けないんですよ、動けないんです、動けないです、こう深谷の先行をまくるのは長塚ではちょっと苦しいかなと思います、うん、そしてマニー選手を削ってくるレースでした。では決定放送です。競輪グランプリ2013決定、1着3番金子隆、2着6番浅井孝太、3着8番長塚智弘。お客様に第11レースの払い戻し金をお知らせいたします。枠番2連勝複式3号760円、枠番2連勝単式3号1360円、車番2連勝複式3番、6番、1330円、車番、2連勝単式、3番、6番、1940円、3連勝複式、3番、6番、8番、8940円、3連勝単式、3番、6番、8番、23930円、ワイド、3番、6番、500円、3番、8番、1150円、6番、8番、2040円、以上でございました。